畜産業が盛んな養父市で家畜の排泄物を利用した発電所が先月完成し、地元経済の活性化に期待が寄せられています。先月末、養父市に家畜の排泄物などを利用し発電するメタン発酵発電施設が完成。竣工式には養父市の広瀬栄市長をはじめ関係者ら多くの人が出席し、施設の完成を喜びました。養父市は去年11月に認定を受けたバイオマス産業都市構想で、バイオマスを利用した産業を作り出すことを目指しています。メタン発酵発電は家畜の糞尿や食品の残飯などを発酵させて発生したメタンガスを利用して発電する技術です。養父市は但馬牛の産地として、またブロイラー産業の発祥地として畜産業が盛んで、この施設で養父市の一般家庭の使用電力のおよそ 20% にあたる1日あたりおよそ1430キロワットの発電を見込んでいます。その今まで廃棄物であったのは、今度資源として有効に活用できる、資源をそつなく使う循環型農業が出来上がる。この施設ができて、養父市の、活性化の方に、寄与できればというふうに考えております。鶏糞を使用した日本初のこの施設、この種の発電施設では日本最大規模で、4月中旬から稼働する予定だということです。